雨の森モ馬シューマは、江戸時代の医師、監視人、越前王の範囲、山本北山に学び、公安派に組みした。著書に、師匠かばのムチ、昭院遺団、箱根弁天山にある、恩人妃の根流者。なお、時代も、そ誠を称した。法暦六年越前国王の軍、笹島道忠家に生まれ、胸忠と称して、王の範囲を務めた。笹島家は、 兄白卿が継ぐため、江戸に出て、安永4年うるう12月6日おじ、雨の森衆敵の養子となった。安永7年3月3日本堂で、三人淵、刀番上座。天命6年12月22日家徳相続し、150国を救され、12月27日宗の部と改めた。文化6年7月28日将軍、徳川家なりに、おまみし。 文化7年9月11日無覚。文化12年12月10日病死。開名は二水県流南旧昔小路、山本北山に軽子を学んだ。北山は、園中郎の公安派を奉じて、古文字学的な作詞法を非難し、天明三年、作文詩、作詞詩を刊行すると、そう誠もこれを携えて、大野に帰郷し、同僚松村旧山に見せるなどして布教したが、 旧山には9月、死断骨による反論を受けた。天命5年、ことは、昇華場の鞭を観光して、北山養護の論人を張り、何ただまさ、白紙昇華場の鞭によって、批判を受けている。完成7年春、箱根足の湯弁天山に、昔の恩人、酒屋貨幣のために混流した者。ことが20歳の頃、 そうを療養するため足の湯に滞在したところ、同宿者の詐欺に遭い、多額の借金を負い、企業後厳しい取り立てにあった。親戚等にも助けを断られたが、出入りの役首相、堺井や賀平が借金を肩代わりしてくれ、感動の危機を脱することができた。ところが、家平は、間もなく薬病で休止し、その妻女も企業して、消息を絶った。20年後足の湯をした際、 家平の恩を思い出し立てたものという。大正5年、大町慶月が被文を注釈しているほか、田山家体も、箱根機構で、石踏みの存在に触れている。大正12年関東大震災、昭和5年北伊豆地震で二度傾倒し、いずれも、子孫、杉浦捜査三郎により再建された。戦前、死後子孫も知れない無名の恩人のために石踏みを立てた、ことは、 子孫の感謝や世間の賞賛等の見返りを期待しない強力な道徳意識の現れだとして賞賛され、東京商科大学法官新基地により、堺市助役、横山東後、大阪毎日新聞等を通じて、堺や和平の子孫が探索され、新在家町東一丁目14番地の川森、久吉きが子孫と突き止められた。また、 ミネカンの朝鮮総督府学務局編集会の働きかけにより、普通学校国語特本巻12に、恩人比の逸話が掲載された。恩人比、王彩、予感、そう、う子の地、くこの温泉、神有源、時事年祭若干、ため堂友人所単義、当人生死、なおかつ不余り祭、時期、無事を大加減、その人また、広いたり、 鳥小国球。勢いのところ吹く。一心暗記。大福自治、の計りごとの親戚呼吸。皆女と人。特売役天中。夕坂屋貨兵舎。玉来らい居、塩のうつとしかも根人不応家。兄ただ根人不応家。即、ため余りため。百景千区。水凍結その加算。詳細滅見。女児会事故者確か。ミーク。貨兵染め駅士。 有う女無男。その妻、ケ祖の女。海州強国数百里の外確か。山川良税、用無消息なり。今時完成おつぼうの春、よ最死の部温泉起源、しかも有うこの地。二十年の旧、自変仏駅。王石の間、触れ、堺井町道。尾瀬か家平の恩、家平の儀、また駅族か、京屋、追年富士勝ち。ああ、当年無家平なり。 のり一心暗記、なおみ勝なり。安徳今日、最優ため必ず言うの。今日キーアこの最優なり。のりまた、安徳二目、家平言うこの官、しかも言うこの六石の居。名曰く、恩人慶恩人、ためが家さん。恩人今何あり、行くけ不また返し。恩人慶恩人、法難寺あり各戦。ここ表、金石よし、生い願い無限。とうとう。 雨の森隆リ・タカ越前国牛首村の南村出身で、豪の牛南はこれに由来するという。笹島周囲から今王子道蔵に医学を学び、同時を賜った。笹島総白笹,笹島高志族笹島白碑で、総真実父。笹島白教不行跡により三と、越前国構えとなった兄周囲に代わり、家督を継いだが、安永五年に川宿で休止。 笹、島宗広市著書に異性同雑は、笹島同白、宗栄忠光三中を祖と称し、恩人妃のある弁天山には、三中の塔も存在する。お大寺は、浅草倉前片町ことぶき松院だったが、関東大震災保護所は、玉霊園に移された。雨の森宗信清志保明和元年12月19日、領域の着村、大野半寺 石川宗信清高に医学を学び、新、清二次を賜った。教法13年3月30日内会として、出資。雨の森州敵堺省完成4年うるう2月29日、笹島白秀次男。雨の森周馬雨の森周馬天保12年5月4日、品野国足馬陣屋旗本、と久ひ剣持の帝子柴田総氏名の息子。 新島町母,母と身が奉公した。雨の森宗駅としみ、宗末正福。大野藩江戸詰め高松藩御縁方。嘉永7年5月没。雨の森宗駅品の国井,井田タスク地区家出身。高松藩寺の後、神田で町井となった。明治29年没。三男に、鉄道技士、杉浦宗三郎。雨の森美野吉、宗三郎次男。 横浜賞金銀行東京支店勤務。雨の森総樹直春安政5年王の範囲。天保8年大阪カバンに従った際、王塩を平八郎の乱を目撃している。雨の森総宿、一新後異業を廃止、引き続き土井俊明家で家父を務めた。雨の森新市川越市役所勤務。ありがとうございます。